全電波 NTT ドコモ会。フォーマン。だからテレビ電話が。フォーマン。だから音が消える。フォーマン。実はアウトです。そんなフォーマンを今月々プラス890円から。テレビは。リッチャーリッチャー。リッチャーどうする。フォーマン。あなたドコモを持った人。相棒時計師。私たちの保証があります。ドコモにしてよかったと言われるため、Always for you。ドナさん未満。今週は大自然の旅路が司会進行します。久須部長、エンバーの社長。今日一人目のエンバーは長澤夏希さん。大阪で撮影したリリーを先日発売したの夏希さん。二回目のトロです。ということで、夏希ちゃんが来てまいりました。今回何をするのか、お考えになったか。そうです。お久しぶりです。さあ、では、皆さん、特に、何ですか？すごい体が柔らかいんです。柔らかい。はい。全然じゃ、この間、昨日の選手が。本当に？はい。やってもらうと。いきます。3、2、1、9。17センチ以上いってるんじゃない、それ。すごい。本当だ。ファンタスティック。創造八幡悦子さん、ご存知、洋キャブのニュービス。半年余りの絵だったんですが、たくさんのグラビアで活躍中。要チェックだ。早速ですけども、なんか君が、リュウ。はい。作る。お味噌汁が得意。お味噌汁、ぜひ食べたいなら、ここで作ってもらえないんで、じゃあもう一つ特技が何か。はい、テニスです。テニス、もうテニス。じゃあ早速ここでやりましょう。はい。やってみよう。はい。すね。これ、押すの。すね。どれ、これだ。それは本物です。素晴らしい。では今回このタニーゲームを楽しんでいただきましょう。このカードの4枚の中から1枚選んでいただいてゲームを決定するということになりますが、今回は私に選んでもらいましょう。さあ、何が出るか楽しみ。これ、はい、聞いてください。ファイアンテンサーコンのピンポン。ファイアンテンサーコンのピンポン。では、よーい。さあ、どうしたらその中からもう一回やり直しなきゃ。おお、うまい、うまい。失敗するときまず1個、まず1個。10秒、10秒でいった。10秒でクリア。すごい、すごい。おお、2個目、2個目。これも何をしてるの？すごい、触れてるけど。すごい、待てが何？23秒、解説しようと。エンちゃんに解説しようと。ネチャダメ F ガールズの高澤夏希です。最近夢中になっていることは、古本屋で、すっごいもう週何回もエコフに通ってます。集めてるのが、今まで花より団子を集めてます。それが最近全巻揃えた。そして今、ピチガールっていう上田美和さんの漫画なんですけども、女子高生の恋愛物なんですけど、それが面白くて、それも今まで12巻までは全部買いました。なんかおすすめあったら教えてください。お仕事面では、私はコンビニにはいつも中澤夏希の推しの雑誌が並ぶというのが今の目標で頑張っているのですが、やっぱりそれにはいろんなポーズをしたりいろんな表情をしたりっていうのが重要じゃないですか。なので、この表情が出るようにいろんな雑誌で勉強したりとか、あといろんなことをして、どんなポーズも同じに行きたいように頑張りたいと思いますので、ここの肉に直で、今はまだありますが、行こうと思います。よろしくお願いします。さあ、結論はどうでしょうか。よーい、スタート。うまい。はい。うま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 い。全然見たのに、2個目10秒でクリア。ラストか。さあ、どうかな、どうかな。20秒、25秒、26秒、さあ、27秒でいけ。勝ち。ということで、加えて、ここでピンポン。悦子ちゃんに、軍配が上がりました。ありがとうございました。ありがとうございました。この後は、私から素敵なプレゼントを。テレビでは、さらに気持ちもリアル。社員たちに全国を語る。フォーマン。フォーマン。だから
モードです。もう今なら月プラス90円から。テレマはプレゼントにあなたにとっての情報です。静岡大テレビの投資サイトで私たちの情報が見出せるんです。アクセス方法はご覧通り、このアクセスして、ね、そして NTT ドコモ東海からお知らせです。テレビをご覧の13歳から23歳までの皆さん、ドコモのプラス割りワイド実施のドコモでは13歳から23歳までの新規契約のお客さん、 B11IC または503Bシリーズがうぐーんと取引中です。まさに F ガルズファンのためのキャンペーンね。私もドコモを見せてね。私渡辺夏希からプレゼントは最新の DVD。応募方法はハガキとアイモードによる受付の通り、ハガキの場合は必要とメッキの上ご覧の厚さまで送って、アイモードの場合は静岡大テレビの公式サイトまでアクセスしてください。いずれの時には4月26日金曜日企画です。前週のプレゼント者はご覧の方おめでとう。今週はその可愛いお口でピンポワンゲームに熱中した2人、さあ一体来週はどうなるでしょうか。お楽しみに。ご連絡は NTT ドコモ東海。